皆さん、こんばんは。今日も始まりましたね。はい、ちょっとカメラの感じがですね、あんまり定まっていませんけれども、はい、今日は6月の11日。あ、こんばんは。いいね、いいね。火曜日、今日は第256回目のチャンミオ TV です。はい、メイン司会のチャンミオです。牛久市キラキラプロジェクト推進中の奥のガマガールのジョジョですよ。はい、平日ではなくて間違えました。そして、はい、そして今日は火曜日ということで、うん、ミカチューズデー、ミカチューです。ミカチューです。よろしくお願いします。ちょっと今日マイクの位置がね、うん、まあね、ちょっとマイクのね、マイクこの辺でいいんじゃないかな。はい、ミカチューズデーということで、はい、やっぱね、火曜日はね、ホッとするね。あ、本当ですか。ちょっと私、推進長高いな、今日。大丈夫。こんな感じで進めていきたいと思いますけれどもね。はい、いや、始まりましたよ。はい、うん、ね、始まったけれども、始まりましたよ。今日ちょっと時間がね、うん、あの、先週もちょっと早くなった、うん、1時間早くなったんですけども、うん、今日もちょっとだけね、早いので皆さん見ていただけてるかな、かな、どうですかね。あれなんですよね、19時からというふうにね、前回お伝えしていたんですけれども、はい、何時からなったんでしたっけ。18時45分からとなりましたので、18時45分からの1時間の生放送変わりなくなるんですよね。はい、はい、市民発メディアということで、チャンミオ TV をどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そして私チャンミオは11月の第3日曜日に内閣府が定めております、はい、家族の日というのを勝手に応援しております。育ててくれた地元というのは噛んじゃったけども、家族のようにあったかい存在ですよね。はい、ということで、地域と家族の絆について考えていきましょうという、そんなほっこりあったかい家族の日、はい、皆さんもぜひ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 チェックしてみてください。はい、ちなみにミカチュー、今年は何月何日が家族の日かしら。今年はですね、11月の17日が家族の日。そうでございます、家族の日です。うん、ちなみにですね、私ちゃんみおもなんかウキウキハッピーなイベントがしたいと思ってるんですけれども、はい、なんかね、家族で一緒に鍋を囲むなんて、そんな、ね、イベント、冬の始まりに、そうです、うん、ほっこり温まるそんなイベントをね、したいと思っております。はい、ちなみにミカチュー、家族の日どんなことがあったら面白いと思う。そうですね、なんか皆さんも家族全員で参加できるようなイベントがあるといいですね。みんなが参加型のイベントだね。うん、みんな家族で来るっていう、ファミリーでね。うん、そう。そしてね、あの、私ちゃんみおが伝えたいのは、この家族の日っていうのは一緒に住んでる家族も、まあ、家族、まあ、そうですよね、はい、家族っていう考え方は間違いないんですけども、はい、この家族の日っていうのは地域も一つの家族だよっていう、そんな思いが込められている、そんな気がするんですよ。はい、なのでね、こう地域のファミリーの皆さんと一緒にこうね、一緒に盛り上がる、そんな参加型のイベントができたらいいと思ってますので、何かご意見ございましたらぜひぜひこちらの方までぜひ、はい、よろしくお願いいたします。本日も JR 常磐駅、常磐駅ちゃうよ、常磐駅ちゃうで、失礼しました。常磐線、常磐線牛久駅、そうでございます、直結のエスカードプラザより配信しておりまして、はい、そうです、先週から始まりまして、うん、私は2回目ですね、2週目になります。こんばんは。そう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 、うん、なんかね、いいよね、この感じ。そうですね、でもみんなから多分今日は見てないかもしれない。お、こうみんなからこう画面で見てないんじゃないのかなっていう、そんな気がしないくもないんですけども、うん、どうでしたろうか、どうでしたろうか、ね、皆さんどっと見えてるかな、見えてるかなって感じですよね。はい、まあ、そんなこんなでこう、はい、チャンミオ TV、まあ、エスカードプラザさん、ね、はい、からお送りしてるわけなんですけれども、はい、あれです、チャンミオ TV、ね、はい、スポンサーとしてチャンミオ TV をご支援してくださいます企業の方、大募集しております。はい、よろしくお願いします。なんですけれども、はい、2年目になりまして、なんかスポンサー様がね、え、ありがとう、牛久でございます。ちなみにご紹介していきましょう。まず1つ目です。はい、あ、どうもこんばんは。はい、1つ目こちらでございます。じゃじゃ、はい、牛久市神谷にあります旬の台所れんこん屋さん。はい、れんこん屋さん、美味しいですね。はい、とっても美味しい、美味しいよ、和食屋さんでございます。こんばんは。お店でございます。そしてもう一社さんは、うどん、龍ヶ崎市松ヶ丘にあります、うん、旬の台所シャンシャンタツさん。シャンシャンタツさんも非常におすすめでございますね。はい、美味しいとこですね。ぜひぜひ、この2社さんがスポンサーとなっていただいて、うん、応援してくださってるわけですね。はい、チャンミオ TV はそのね、2社さんの提供でお送りしておりますけれども、うん、他にもですね、はい、いろんな方に支援していただいてね、はい、こうやってお送りできているわけです。本当に皆さんありがとう、牛久でございます。はい、なんですけどもね、あの、ぜひね、チャンミオ TV にこう応援してくださる、うん、そんなスポンサーさんになってほしいなと思うんですけれども、メールアドレスがチャンミオ TV でできました。はい、メールアドレス、アドレス、
ちゃんみおアットマークちゃんみお .tv で正解。ちゃんみおの綴りは、はい、CHANMYO 残念あれCHANMIYO ですね。抜かしましたね、はい、そちらね、ちゃんみおのね、はい、綴りでございます。なので CHANMIYOCHANMIYO、はい、アトマーク CHANMIYO.tv までですね、ぜひぜひご視聴、はい、お待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。そしてこちら生放送となっておりますけれども、うんうん、皆様からのコメントもどしどし、本当にどしどしお待ちしております。お待ちしております。本当ですよ、お時間が早くなってなかなかリアルタイムで見ていただける方が少ないかなと、もう本当に心配なんでございまして。そうなんですよね、見てる方はどんどん送ってほしいですけれども、コメントの方はユーストリームのソーシャルストリームでコメントをいただくか、ツイッターであれば、うん、ハッシュタグでチャンミオ TV と入れていただいて、コメントいただければリアルタイムでこちらでスタジオでチェックできますので、できます、はい、ぜひぜひコメントをして一緒に番組を楽しんでいきましょう。お願いします。はい、というわけでね、みんなに参加していただきたいと思いますけども、うん、今日のコメントの感じはどうでしょうかね。どうでしょうか。ちょっとやっぱ早いんですよね。私もなんかすごい早いから、うんうん、なんか不思議な気分なんです今、ね、いつも8時からやってたからね、うん、そうなんですよ、夜って感じなんですけど、今ちょっとね、うん、帰宅時間かな、みんなそうだね、お仕事終わりな感じかもしれない。どうやろうか、ソーシャルストリームはまだまだ来ておりませんけれども、まだまだ、うん、見てる方はどんどん送ってください。送ってください、お待ちしております。よろしくお願いいたします。では早速本日のラインナップをご説明したいと思うんですけど、はい、まずこの後ね、いつものコーナーですね、いつものコーナーは、はい、牛乳。そうです、牛乳でございます、はい、そしてその後火曜日といったら〇〇マルシェ、はい、ミカチュウのね、ミカチュウズデーということで〇〇マルシェのコーナーをお送りしてまいりたいと思います、はい、じゃあ早速ね、うん、いきますかね。いつものコーナーね、牛乳でございますね。牛乳の準備がね、はい、ございますので、ございますね、牛乳の準備をしたいと思いますけども、じゃあみおちゃんによしよし、ちょっとの間つないでいただいて、つないでちがみえちがみえ、はい、よいしょ、どんどんなってますよ、何か失礼しました。大丈夫かな。なってますよ。はいはい。最近知的な女神を、女神だって。女神でいいと思いますよ。メガネをかけてお送りしたいと思いますけれども、はい、まず一つ目のニュース、一つ目はですね、広報牛久さんからの記事のご紹介でございます。はい、知って学んで教えたいというですね。気になりますよね。教えたいの体が、そうです。あの体ですね、なんとか体の古的体みたいな体なんですけどもね。うまく書きましたね。そうですよ。知って学んで教えたい。うん、牛久市ではですね、市民の皆さんにとってより身近で開かれた市役所を実現するために、知って学んで教えたい、うんうんうん、まあ、教えたいというですね、牛久市の行政情報を出前講座というのを実施しているということなんですよ。すごい、はい、これはですね、まあ、防災対策はどうなってるのとか、うんうんうん、児童手当について知りたいっていうね、まあ、街づくりについての皆さんの、市民の皆さんの疑問だったりとか関心ごとにお答えしていくような、そんな講座になっているそうなんですね、はい、なので牛久市の職員の方が、皆さんのですね、学習会などに出向いてお話をする、なるほど、ですね、なんかやっぱりね、市のことってわからないこととか知りたいことっていっぱいありますからね、こうやってこう教えたいっていう方にね、いろいろと聞けるわけなんです。これっていうのは、まあ、ご希望の講座というのを選んで、はい、まあ、会社だったり学校、そしてグループやサークル活動、シニアクラブなんていうのでね、お気軽にご利用くださいという。いいですね、はい、ちなみにこちら講座のメニューにつきましては、あの市民活動家さんの窓口に設置しているほか、牛久市のホームページなんかでも確認することができるということでございます。おー、なるほど、はい、ちょっとですね、いろいろと細かい情報あるんですけども、はい、まあ、その細かい情報についてはですね、まあ、みんなにちょっと調べていただきたいんですけども、まあ、利用できる方についてはちょっとね、お話ししたいんですが、はい、まず牛久市内に在住だったり在勤、そして在学する10人以上で構成された団体さんやグループなどであれば、どなたでもご利用いただけるということなんですね、はい、なので、あの受けたい講座をメニューから選んで、そして応募するという、そんな感じなんですけれども、はい、私たちチームちゃんみは10人ぐらいですかね。そうですね、ちょうどいけるんじゃないですか。ぜひぜひやっていただきたいですね、うん、ですね、うん、ちなみに会社の経費については、まあ、講師の派遣に関する経費については無料
なんですが、材料費なんていうのは申し込みの方のね、負担となるようなので、そちらは注意が必要ですね。はい。他にも何か気になる点ございますか？でもこういう出張というか、出張？うんうん、出前のサービスみたいなことですよね。うんうん、なかなかやっぱり、なんかみんなでこう集まってるとこに来ていただくっていうのはいいですね、うん、個人個人にこう市役所に出向いて知りたいことっていうのはなかなか知りたいことはいっぱいあるんだけど、うんうん、聞くのって難しいですよね。そうなんです。でもみんなで一緒に集まるといろんな意見で、うん、こういうのどうなんですかって、あ、それ気づいたことなかったけど、うんうん、あ、確かにそうだとか、そうやね、みんなでっていうのはすごいいいなと思いますね。そうなんですよ、うん、ということなのでね、ぜひね皆さんにはね利用していただきたいなというふうに思っております、はい、うん、というのがね一つ目の牛乳だったんですけれども、画像の方が画像の方は取り込んでいただけたかな。おおとと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 、失礼しました。また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 、どうしたのかな。失礼しました。失礼しました。こちらですね、はい、国際交流の出前講座の様子をですね、うん、ちょっとご紹介させていただきましたけれども、はい、まあこちらで、ね、ちょっとだけコメントをねあれさせてもらって、はい、まあ、市役所のお仕事、はい、知っていそうで知らないとかですね、うん、なかなか聞く機会がないということってありますよね、はいはい、こちらまあ皆様の生活に役立つ情報もたくさんありそうなので、皆さんぜひ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 ご利用くださいということでございます、はい、うんうん、ちなみにもちろんチャンミオ TV でも、まあ、市役所の皆さんのご活躍についてはですね、うんうん、随時ご紹介していきたいと思っておりますので、はい、出前講座と合わせてそちらもねチャンミオ TV もよろしくお願いいたしますというのが一つ目の記事でございました、はい。ではでは早速2つ目の記事に行ってみましょうね、はい、2つ目の記事はこちらでございます。はい、6月の11日東京新聞さんからの記事のご紹介となります、はい、内容は牛久で茨城県産メロン PR というですね、うん、すごく気になる内容でございますけれども、では早速内容を見ていきたいと思います。よいしょ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 、いや、このね記事がね、うん、なかなかね今日もねあまり相性がよろしくないそんなあれですけどもそんなあれでございますね、はい、いうことをね、なんで聞いてくれないのかな、うん、ちょっと時間早まって眠いんじゃないですかね。まだ寝てんのかな。そういうことそういうことにしとく。そういうことにしときましょう。止まれ。お、なんかスロットみたいになってますよ。ちょっと、ね、わかるかなこの気持ち。伝わるかな、ちょっとね、画面のね中じゃ伝わらないことがちょっと悔しいですけどもね。はい、準備ができましたのでご紹介しましょう、身は大きく甘み爽やか、牛久で茨城県産メロン PR ということで、はい、メロンの名前は茨城キングでございます。これは聞いたことあるんじゃないですかね。聞いたことがございますよね、うん、はい、では早速紹介したいと思います、はい、開発した茨城県産のブランドのメロンの品種茨城キングを広めようと、茨城県の農業総合センターが8日にですね、試食会や講座を牛久市のポケットファームドキドキつくば牛久店で開いたということです。こちらの講座なんですけれども、まあ、研究員の方がですね、なんか出てきましたけれども大丈夫かしら、研究員の方が、約20人の参加者に買ってから、3から5日、ね、5日の間常温で保存をして追熱して、あ、追熟して、下の部分がね柔らかくなれば食べ頃であるなんていうのをね伝授した。そんなってやっぱりなかなかね食べ頃が分かりにくいですか、うん、そうだからね、あの舌が柔らかくなったら、ね、柔らかくなったらこう食べれるようになりますよってことです。ちなみに茨城キング、ミカチュ知ってるかな。知ってますよ、はい、こちらはですね茨城県独自のブランド品種ということで、はい、2010年の9月に開発されたんですよね、はいはい、まあ、4月の下旬から6月にかけてが旬ということで、身が大きくて爽やかな甘みが特徴となっているそんな、はい、メロンでございます。ちなみに茨城県は生産量も作付け面積もともに全国1位を誇っておる面積じゃないメロンの産地でございます。みんな知ってるかな、はい、知ってるかな、知ってるかな、私たち知ってるもんね、そうなんですよ、はい、そして茨城キングの作付け面積は、はい、全県の 1% に過ぎないと、これから認知度を流通量ともに上げていきたいという ね、 そ、 うね、そんな風にお話をしていたという、そんなメロンの名前に茨城が入ってしまうという、茨城、しかもキングですかね、茨城の王様、ね、茨城キングでございます。お写真がございますのでね、写真をそちらをですね
出てくるかな、わかるかな、ここじゃないな、お写真はこちらにござる、普通にあったね、よいしょ、ちょうちょうお待ちよ、ちょうちょうお待ちよ、じゃあこれサクッと入れてしまえ、はい、こちらでございます、はい、こちらのお写真でございますね、美味しそうな、はい、非常に美味しそうな、こちらがイバラキングでございます。ちなみにですね、素敵なメロンなんですけれども、うん、まあ、何回かご紹介しておりますので、はい、ね、あのチャミュー TV 見てる皆さんはもちろんご存知かと思いますけれども、うん、メロンの生産は茨城県がナンバーワンです、うん、まあ、その中でも絶品と言われている品種がこちらのイバラキングというわけでございますね、うん、はい、はい、ではミカチュウに牛クイズでございます。なんだ、突然突然の牛クイズとなりますけれども、いいですか、緊張しちゃう、はい、はい、ではですね、はい、茨城県では、はい、日本一のものがたくさんありますが、うんうんうん、何かご存知のものはござるかな？いや、知ってますよ。なんだい？結構私知ってる方だと思いますよ。お、じゃあ、だって県民賞で見ましたもん。お県民賞。県民賞で見てる。見ました。いきますよ。はい、うんうん、まず干し芋。干し芋。本当に大好きなの、干し芋。ピンポン。おこれ、うん、干し芋でしょ、うん、あと、白菜。白菜、はい、ピンポン、白菜と、うんうん、あと甘いのメロンももちろんですよね、うんうん、あとこれ栗、栗もそうだ、笠間がね、笠間栗がいっぱい、そうだからかりんとうでモンブラン持ってきちゃった、そうそう、本当に好きで持ってきちゃった、はい、あと、うんうん、レンコン、お、土浦市はレンコンが1位でございますね、そう、レンコンサブレとかあるんですよ、皆さん知ってますか、ね、有名ですレンコンが、ね、あと私これ意外だなと思ったのがあって、なんだい、水菜、水菜、水菜、そうですね、水菜もあの食のね、うん、あの絵の何でしたっけ、茨城食の食べよう、そうそう、そんな茨城を食べよう、そう、うん、でね、こうあれでね、書いてありましたね、あ、そう、あれでもすごい、そう、あの勉強し直せましたね、うん、ああやってちゃんと絵が並んでたので、うん、いや、すごいですね、切り絵もう、え、切り絵でしたよね、切り絵だ、切り絵だ、切り絵だっていうのも、うん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 、1位だからって載ってたんですよ、ね、ってました、そのイラストにね、そうあれ、それってそうだね、それが家に載ってたのか、うん、そうなんですよ、というわけでね、すごく1位がいっぱいある、うん、なんかミカチュウなんか間違えるかなと思ったけど、さすが茨城の勉強をしているだけあって素晴らしいですね、もっとあったかな、大丈夫かな、もっとね、たくさんあったのですが、結構いっぱいありますもんね、そうなんですよ、うん、他にもですね、はい、挙げさせていただきますと、はい、ピーマン、あ、ピーマンとかですね、あとチンゲン菜、へえ、チンゲン菜ちょっと、はい、あとね、鶏卵、鶏の卵も、卵、はい、1位でございます、その他にもですね、はい、あれですよ、ビールの生産量、はい、皆さん知ってるかな、知ってるかな、生産すごいですよね、そうとかですね、うん、あとサメの飼育数、これあれですよね、あの大洗アクアワールド、そうそう、アクアワールドにもそのサメについてのコーナーみたいなのがあって、うん、あのサメでかいですね、やばいですよね、あれ、そうとかですね、あとなんと牛久大仏ね、立像の高さは日本一どころか世界3位、ブロンズ立像とは世界1位ということなので ね、はい、すごいね、ニュニュニュとなってますけれども、まあ、そんな感じですごくね、茨城県では一等賞が多いというですね、はい、そんなね内容をご紹介しましたけれども、今日はコメントがまだ来ない。皆さん、コメントよろしくお願いしますね。待ってますから、はい、ね。まあきっとね、みんなね、リアルタイムで見てるんですよ。見てるんですけど、ちょっとあれですか。あれですか、シャイな感じですか。シャイなんですかね。何でもいいんですよ。うん、あのね、何でもいいんですよ。おはようとか、おはようとかね。ただいま、ただいまとか、そう。ぜひね、うん、コメントをしていただけると、はい、コメントしていただけるとテンションが何百倍もそうですって上がります、コメントガガガとコメントがたくさん来ているという意味ですよ、うん、どっちでもねすごくコメントがたくさん来ているという、早くコメントしないと埋まっちゃうよってっていう、そんな紹介になったんですけどね、うん、そうじゃあみんなのね、そのコメントに対する反応を待ちつつも、はい、続いて3つ目のニュースに参りましょうか、はい、はい、3つ目のニュースはよいしょこちらでございます、はい、6月11日常用新聞の記事ですね、はい、はい、ではではこちらの記事はミカチュウが読ませていただこうかな、ミカチュウ読んでくれるんですね、よろしくお願いいたします、これもまたね、記事がね、またスロットのようになってる、おお、来た来た、はい、
はい、常陽新聞さんからの記事ですね、はい、筑波で舞台挨拶、地元筑波で舞台挨拶、はい、そうです、はい、奇跡のリンゴ、映画の奇跡のリンゴの記事ですね、はい行くかな、行くかな、これね、またしてもちょっとね、大丈夫かな、はい、はい、はい、読んでいきましょう、お願いします、作品に手応えということで、うん、全国東方系公開中の映画奇跡のリンゴを制作したつくば市の小田出身の中村義弘監督ですね、うん、9日同志研究学園のムービックスつくばで舞台挨拶を行いました、うんうん、筑波山のふもとで育ったからこそこの映画がうまく作れた手応えのある作品になったと語っておりました、うん、おおおお、続けてよろしいかな、大丈夫ですよ奇跡のリンゴは青森県広前でいいんですかね、うん、広前市で10年間の苦難と挑戦の末、無農薬のリンゴ栽培に栽培を成功させたという、うん、お、いけるかな、ちょっと失礼します、ちょっと失礼してください成功したリンゴ農家、はい、木村あきのりさんをモデルにした実話を映画化したものなんです ね、うん、そうですね、安倍貞夫さんと菅野美穂さんが主演し、夫婦の絆や家族愛を描いた作品となっております、あったかい作品らしいですよ、そうなんです、うん、映画の舞台は岩木山が見下ろすリンゴ畑、うん、中村監督は岩木山と筑波山がダブって見えて撮影にも力が入ったとおっしゃっております、うん、映画の、ね、そうですね、それ嬉しいですよね、やっぱり、ね、映画のクライマックスにはリンゴの花が満開になるシーン、昨年の5月20日に撮影したんですけれども、3日前に撮影を決定し予想通りになってベストな時に撮れたと語っておりました、あ、そうなんですよね、お、最後に11年間収入なしでも決して諦めない人のドラマ、感動的な内容で菅野さんはすぐ号泣したし、スタッフも泣いた、一度ではなくてぜひ何回も見てほしいと呼びかけておりました、ね、というような内容でございますけども、うん、はい、中村監督についてご紹介しますと、はい、伊丹十三さんの助監督だったんですね、を経て、はいはい、1999年にデビューされましたね、はい、アヒルとカモのコインロッカーや、うん、面白かった、これ大好きなんです、ね、チームバチスタの栄光、うん、皆さんご存知ですよね、うんうん、ゴールデンスランバーなどの代表作があり、うん、力強い演出で心温まる人間ドラマを描くとして高い評価を受けているということ、そうな、名作だらけな中村監督でございますよ、監督の作品私本当に大好きで、うんうん、もう奇跡のリンゴ公開になると、うん、あ、もう見た、私明日見に行くんです、明日ね、そうなんです、レディースデーですよね、わかりました、はい、本当に大好きで、うんうん、もうそのゴールデンスランバーなんかもう本当にドハマりしてしまって、うんうんうん、もう以前から筑波市出身っていうのはもう知っていたんですけれども、うんうんうん、嬉しいですね、嬉しいですね、そういう方がこうやって地元でって言って、うん、そういうのが記事になってて、ね、ちなみに、うん、映画のポスターがこちらでございますね、じゃじゃーん、にゃーん、はーい、なんかいい笑顔ですよ、安倍貞夫さんと、ね、菅野美穂さんと下にいる子供たちはちょっと誰だかまだちょっと分かんないですけども、いいですね、可愛らしい子たちがね、ちょっとここからだと見えないけどね、いいです ね見た方いらっしゃるかな、ね、いるかな、多分試写会だ、昨日そのムービックスで、はい、イアスつくばのムービックスで開催されたということなのでね、はい、あの多分この辺の方もみんな見てらっしゃったんじゃないのかなというふうに感じます、じゃあちょっとあれですね、はい、この作品なんですけども、あの実話をベースとしている、はい、で地道な研究から奇跡を成し遂げた家族のなんと波乱万丈の、ね、生き様を描いた作品にはなんと大きな感動が広がっているということなんですね、映画の話題はちょっとあのミニチャンミンもしていたんですけども、まあ、筑波市出身のね、はい、中村監督が制作していたのはご存知の方もしかしたらいなかったのかいたのかどうだろう、どうですか ねでもこの作品って、ね、あの、うん、結構年齢層の上の方が、うんうんうん、もう大絶賛されてるということで、うんうん、やっぱあったかい作品だからこそなんだと思うんですけれども、ね、うん、本当に素敵な映画ということなので、ね、はい、皆さんもぜひぜひチェックしていただきたいと思います、ちなみにですね中村監督、はい、あれですよ、茨城県立のね土浦第一高等学校卒業ということで非常に優秀なね、はい、はい、はい、そんな中村監督でございました、はい、ちなみにですね、はい、牛久にもここ牛久にも、はい、アニメのね映画狼子供の、うん、雨と雪のプロデューサーでございます、ね、プロデューサーさんの一人であります、はい、渡辺さんが
お住まいであったり、はい、映画の世界も意外と身近なところでつながっているのかもしれませんよね。意外と茨城県の出身の方多いんですよね。多いんですよね。画面切り替えてなかったですか。あららら、あ、そうなんですね。私も知り合いの助監督さんが、うん、まさかの茨城出身ということで、うん、鹿島なんですけれども、はい、ちなみに何の映画を監督されたんですか。ドラマで、ドラマの監督さんなんですけれども、うんうん、東京で私住んでまして、うんうん、もうそれは本当にたまたまお会いして話していたらもう茨城出身ということで、いつか茨城でなんかできたらなーなんて、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、あのウキウキハッピーな奇跡のリンゴ、はい、ね、近隣でご連絡だってご覧いただけるのは、はい、筑波のですね、 UR の内のシネプレックスさん、はい、そしてイオン筑波内の、シネプレックスさん、違う、はい、じゃあイオン筑波内にあるのはシネマックスさんですね。そして ES 筑波内にございますムービックスさん、はい、そしてイオン土浦内の、シネマサンシャインさんとなっております。牛久市内でのちょっと上映はね、ないんですけれども、あの映画館がちょっとですね、あららら、あのまだまだちょっとそこら辺はぜひ映画館を作っていただきたいですね。そうですよね、牛久市に映画館ができたら嬉しいなと思っておりますけどもね。はい、まあ、はい、その辺でやってますので、ぜひぜひね、よろしくお願いいたしますというのが3つ目の牛乳をご紹介しました。はい、それではですね、今続々とね、皆さん帰られてますけどね、皆さんお帰りなさいですね、牛久にお帰りなさいということで、はい、続いてのニュースね、はい、4つ目の牛乳に参りましょう、はい、4つ目の牛乳、こちら6月の11日、うん、茨城新聞さんからの記事のご紹介でございます。矢倉、はい、門で時の太鼓ということでね、土浦で3年ぶりというそんな記事のご紹介でございます、はい、時の記念日の10日6月の10日は時の記念日だったんですけども、はい、土浦市の中央にございます騎乗公園内、土浦城址矢倉門でですね、江戸時代に城下の武士や町人に時、ね、時刻を告げた時の太鼓というのが勇壮に打ち鳴らされたということなんですね。2000年に土浦市のですね、市政が、施行60周年というのに合わせて復活された時の太鼓なんですね。で、2007年からは時の太鼓保存会なんていうのも、伝承しまして毎年行っていたそうなんですが、2011年12年はこちらのですね、矢倉門が、東日本大震災の被災の修理中で太鼓をね、公園の堀端で叩いていたため、このね、矢倉の上層で打ち鳴らすのはなんと3年ぶりとなるということなんですね。はい、午前6時と午後6時にこちらの矢倉の上で打ち手とリズムのね、担当の大拍子の2人がですね、直径63センチの太鼓を力強くリズムカルに叩いて江戸の時を響かせたということなんですね。12日まで朝夕の2回打ち鳴らすということでございます。はい、ちなみにですね、こちらのですね、時の太鼓保存会の会長さん、須田会長さんは茨城県指定の文化財の、矢倉とそして時の太鼓は一体として貴重な文化、今後も継承に努めていきたいと、そんな風にね、コメントを寄せておりました、はい、というのがね、4つ目の牛乳だったんですけども、はい、こちらもお写真が多分ござるかな、と入れましょう、お写真を入れましょう、こちらかな、はい、はい、こちらですね、すごい、はい、お写真でございますけれどもね、土浦には古くから土浦には過ぎたるものが2つあると、うん、時の太鼓と関の鉄砲とですね、まあ、言葉が伝わっているということなんですね、まあ、時の太鼓は記事でもご紹介しているんですけども、はい、もう一つの関の鉄砲というのは土浦藩の関流かな砲術という大筒等の大口のね、こう、はい、口径その口のこう鉄砲の先ですね、はい、口径の火縄銃を撃つことを得意としている流派のこと、大筒だったりとかその文章等につきましては、これですね、寒流だったかな、ちょっと寒流だと赤流じゃないかなと思ったんですけど、寒流ですね、赤流、ちょっと待ちをですよ。そうですね、はい、失礼しました、まさかまさかのですね、うん、赤流でした、赤流ですね、はい、赤流でございました、はい、国語力がもうちょっと、ね、漢字がね難しいですね、最初は読めてたのにね、うん、赤流の方、ね、そうかなって思い出すとそう思っちゃいますよね、最初赤流で合ってたのに、うん、なぜか寒流になってしまう、まあ、赤流法術関係資料として土浦市のね、うん、文化財に指定されておりまして、ご紹介した伝統の太鼓でしたけれども、新鮮復興の象徴でありますのでね、
こちらは、あ、違う、間違えた。文化財指定、今まで伝えられていると。はい、で、まあ、今回ご紹介した伝統の太鼓は、震災復興の象徴でもありますので、はい、長く地元で愛されていってもらいたいですよね。はい、というのが、以上、4つ目の牛乳でございました。はい、続いて、気になる明日のお天気。はい、ちょっと台風が近づいているという噂もございますけど、3号でしたっけ、はい、3号、うん、かな、なんですけれども、明日の、ね、気になるお天気、6月の12日、はい、水曜日の気になる明日の牛久のお天気は、ほとんどこんな感じですね。じゃじゃん。雨。はい、弱い雨。ちょっとパラ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 してましたよね。うん、はい、でね、夕方過ぎからこちら、曇りとなる、そんな予報となっております。はい、ちなみにですね、最低気温は何度かな、ミカチュウ。よいしょ。最低気温はですね、19度になりますね。はい、19度。最高気温は、うん、25度。はい、というわけでね。気温はそこまで、うん、寒くはないんですけどね、ちょっとね、雨模様でございます。うん、というのが、そんなね、はい、でございました。はい、はい、ではではね。ではではね。では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 。こう、ではではね。また戻して、あれしたいと。危ない。パソコンが落下しそうでございます。落下しそうでござる。あ、結構な下向きになりましたが。なりましたけれどもね。はい、はい。はい。という感じで、おかえりなさーい。おかえりなさい。みんなをね、牛久でお迎えしてるわけでございますけど、続いてのね、あのコーナーに行く前に、はい、一旦 CM でございます。はい、CM はどこに行ったか、どうぞ。どうぞ。CM 流したい方いらっしゃいましたら、ちゃんみよアットマークちゃんみよ .tv までですね、ぜひぜひご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。続いてのコーナーはね、火曜日なので、あ、お帰り。あれどこ行ってたの？ちょっとお出かけしてました、ね、いじり口からちょっとね、出ていけるのでね、お使いしてました。 ありがとう、牛久でございます。まあね、コメント来てましたよ。ですね、ともよしえのもとさん、おかえりなさい。コメントありがとう、牛久でございます。今日はギャラリーどれくらいいるのかなと、もうすごいですよ。泉谷にこんなに人がいっぱい入って大丈夫かというくらいですね。朝の満員電車じゃないんだからもう、ね、本当にちょっとなんかもうみんながもうあんなってなっちゃってますけどね。まあ、そんなところからちょっと放送してますけどもね。はい、ぜひぜひ皆さんも、スタジオの方までね、オープンスタジオとなってますので、はい、ね、ぜひ遊びに来てね、さらっと出演もできますのでね、ぜひぜひ出演もしてください、ね。ご試食などもね。そうですね、今後試食なんていうのもございますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では続いてのコーナーに参りましょう。続いてのコーナーは、はい、せーの、まるまるマルシェのコーナーでございます。ございます。まあ、一応ねこれ作ったので、おどどーん、はーい、ね、まるまるマルシェでございます。はい、こちらのね、このコーナー、はい、どんなコーナーなんでしたっけ？こちらはですね、東京に住んでおります私ミカチュウがですね、うん、東京銀座にあります茨城マルシェさんよりも、うん、よりもよりもちょっと滑りすぎました今、茨城マルシェさんよりよりもよりチャンピオンチャンピオンハウスに、うん、あのお土産を持って帰ってくるという、うん、コーナーでございます。嬉しいコーナーじゃないですか。もうちゃんみよさん喜んじゃいますね。ヒューヒューでございますよ。毎週お土産いっぱいでね、だから丸くなるんだ。いや
も二人して丸顔でどうしようかな、鏡代わりに鏡代わりになってましたけどね、いいんです、いいんです。はい、ではどう、そんな今日は、今日は何のお土産が、本当にお土産があるの、本当ですよ、先ほどちょっと準備してるのを取られちゃったけれども、うんうん、じゃあ先に紹介しちゃおうかな、はい、今日失礼しました。今日はどどん、じゃじゃじゃん、何ですか、爽やかリンゴサイダー、爽やかリンゴサイダー、リンゴサイダー、おしゃれなデザイン、はい、素敵ですね。こちら見たことある人いるかな、うん、こちらはですね、はいはい、茨城県常陸大宮市の、うん、なんていうんですか、商品、うん、商品というか生産されてるんですね、はい、うんうん、常陸大宮市ですね、うん、はい、うんうん、常陸大宮市、うん、その場所、常陸大宮市の場所、うんうん、どどん、こちら、はい、こちらでございますね。じゃあ画面ちょっと2画面でやっちゃいますか。常陸大宮市の場所ですね、はい、皆さんご存知かな、ここは今牛久なのでね、県南なのでだいぶ上ですね、の方の地図とかね、何故に、あ、名前を知っててもどこら辺なんだろうって思ったりもすると思うんで、そうですね、うん、はい、こんなこちら、こちらですね、うん、ちなみにですね、牛久がこの霞ヶ浦のこの、この、うん、この辺ちょっとね、あの蝶々みたいな形してるのが牛久でございますね、蝶々、うん、なんだ、はい、蝶々みたいな、こう、半分なんかちょっと可愛らしい形してるんですけども、可愛らしいですね、はい、まあ、その上ですね、うん、だいぶ上にございますのが常陸大宮市ですね、こちらの生産元でございます。でこちらは爽やかリンゴサイダーなんですけれども、うん、柚子サイダーが最初なのかな、柚子サイダーとリンゴサイダーの2種類ございます、うん、はい、ではでは、チャンミョンさんと並んでご紹介していこうかな、はい、私と一緒に並んでも並びましょう、はい、まずは、うんうん、常陸大宮市のご紹介をしていきます、うん、はい、常陸大宮市について、うん、カンペ中です、はい、いいですよ。久慈川と中川という2つの川に挟まれて、久慈川と中川の2つに挟まれているのが常陸大宮市、はい、それぞれですね、清流と豊かな緑の大地が積み込んでいるという場所なんですけども、帰りなさい、鮎釣りが楽しめる久慈川や鮭なども、うん、うんうん、上流する、うん、っていう感じの、うんうん、っていう感じのとかで、うん、中川と、中川と、そうですね、うんうん、中川と久慈川ですね、久慈川さん、共にカヌーやバーベキュー、キャンプなど休日を楽しむ人々が関東近県から訪れています、うんうん、はい、市の6割を占める山林では椎茸栽培がとても盛んなんですけれども、うんうん、西の内和市、うん、西の内和市ご存知ですかね、うん、西のうちの和市ですか、和市ですの構造の生産なども行われてるんですね、うん、構造っていうのはあの和紙の原料となっている植物なんですけども、うん、それの生産を行っております。で文化施設としましては三和分散センターですね、三和分散センター、物産センターですね、物産センター、はい、北斗星は、北斗星という名前の物産センターが道の駅なんですけれども、うん、ありまして、こちらはですねちょっとあのちょっと外れというか分かりにくいとこがあるんだけれども、すごい賑わってるっていう、うーん、そして私が食いつく北斗星という名前、北斗星ってここが本当にすごいんです、北斗星じゃなくて北斗星なんですね、あのそう、北斗星という星をちなんで名前がついてるんですけれども、うん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 、ここのお手洗いが、うんうん、お手洗い、まさかの天井に北斗七星の絵が描かれていたりとか、あとは海外スターのポスターが貼ってあったりとして、なんで海外スターのポスターなの、そこはちょっと分かんなかったんですけど、すごいおしゃれなんですって、写真見たらすごいおしゃれだったんですけれども、うんうん、そういったところ物産センターがあったりですね、うんうん、御前山青少年旅行村、旅行村、はい、あとは公園なども多く存在しておりまして、アウトドアなどを楽しむのにも最適な市なんですけれども、じゃあこれからの季節にすごくいいですね、キャンプとかバーベキューしようってなったら自然豊かなとこに行きたいですよね、うん、そうですね、で先ほどあの読みましたけれども、西の内和市ですね、うんうん、西の内和市、うん、水につけても字がにじまないという和市なんですよ、紙にそう水をつけても字がにじまない、そこの、あ、その これこちらです、おお、これがその噂の和紙でござるか、はい、おかえりなさい、おかえりなさい、雨降ってるんですか今、こっちを持ってくるか、大雨ですって皆さん、牛久は大雨でござる、あれこれに半分にするにはこれをどうすればいいんだ、半分にするにはだ、あ、なるほど、2つ一緒ににしてソース B をフェイスタイムのカメラにします、
さすがでございます、はい、お、チカ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 、はい、停電かな台風かな、台風かもしれない西之内和紙ですね、はい、西之内和紙、こちらですね、西之内和紙は、うんうん、350年の歴史を持つものでございます。350年ってすごいですね、伝統的な和紙なんですけれども、ほい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 、江戸時代には水戸藩の専売品として広く愛されておりました、うんうん、ちなみに水戸黄門、はい、水戸国さん、そうです、は編が編纂した大日本紙、はい、大日本紙、はい、こちらも西之内和紙、うん、西之内和紙が使われています。知らなかった、すごいですよね。そうなんですね、特徴はですね、強い紙っていうのが本当のもう特徴なんですけれども、うんうん、なので、あの障子とカラカサ、提灯などですね、うんうんうん、というのはもちろんのこと、うんうん、売りかけ帳にもよく使われてたよということなんですよ。まあ丈夫だからってことですね、はい、でその丈夫っていうのもそうなんですけども、うん、あの水につけてもにじまないので、うん、あの火事になった時には水の中にそれを放り投げると、うん、そうすると記録がなくならない、もう燃えてしまうなら水に投げ入れてしまおう、それでもうにじまないのであればというね、すごいですよね、大切に残せるわけですね、うん、それほど強い和紙だったということで、そうそうだったじゃないですね、和紙なんですけれども、うん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 、こういうこちらの西之内和紙の資料館なども北朝宮市にありまして、ほうほう、スキエなどの体験ができる、スキエ、スキエっていうのはですね、キャンパスとなるその和紙ですね、うんうん、和紙の上に水に溶かした色をつけた和紙で好きな絵を描けるという、おー、うん、面白そうですね、そう面白そうですよね、子供から大人まで楽しめるということなんですけれども、うん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 、そういったものが伝統品としてあるわけだ、あります、そして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 まだあるんですね、そして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 頑張って調べましたね、調べました、えらーいえらーいえらーい、さすがみかちやなりすごいなりすごいなり、私がちょっと気になったと言った、うん、三輪ふるさと館、うんうん、駅の道の駅ですね、うんうん、先ほど言ったあの北斗星ですね、うんうん、北斗星というところなんですけれども、うんうん、美味しい楽しい温かい庭に出会えるふれあいスペースということで、豊かな大地の恵みや素朴で温かい庭の特産品、うんうん、グリーンふるさと園の特産品や星グッズ、うん、星グッズ気になっちゃう、さすがね星グッズですね、販売も、うん、空がある、うん、はい、しているということなんですけれども、うんうん、地元のそば粉を使ったそば打ち体験など、うんうん、星の産地のたくさんの贈り物が皆様お待ちしておりますということで、よろしくお願いします、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、いいですね、常陸大宮市、はい、なんか行きたくなっちゃいました、うん、ね、すごい、うん、でそれでですね、常陸大宮市、うんうんうん、画面戻しますか、お戻しましょう、うんうん、じゃあこっちも、うん、常陸大宮市はですね、うんうん、どこの道だっけかな、通りを走ってるとですね、私前大悟から帰り道に、うんうん、通って、あ、ここなんだって思ったとこがあったんですけど、うんうん、皆さん、船納豆ご存知ですか、船納豆してます、まあ、まるまるマルシェですから、まずこちらを出しましょうか、じゃん、こちら、はい、マルシェに並んでる、あ、見えますか、見えます、ランキングナンバーワンと、お、ナンバーワンですね、すごいですよね、これさすがですね、そうなんです、この船納豆が製造されてるのが、うん、こちらの常陸大宮市にあります、うんうん、船納豆を作ってるところが、うん、常陸大宮市にあると、これリンクするとね、船納豆常陸大宮市、すごいですよね、イコール船納豆ということですね、すごいですよ、県民賞でね紹介されたというね、マルシン食品さんなんですけれども、うんうん、こちらの船納豆についてちょっと紹介しようかな、はい、こちらがですね、生産量がとても少ないものですね、うんうん、本店か、あの京成百貨店などの数箇所でしか販売されてないんですよ、お、貴重なんですね、そうなんです、だからこちらの本店っていうのは先ほど写真が出ましたし、うん、本店なんですけども、うんうん、こちらか、まあもちろん茨城マルシェさんですね、うんうん、それか京成百貨店などの大きいスーパーでしか取り扱いがないということで、ちょっとこちら気になる方は本店にちょっと行ってみたいですよね、行ってみたい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 、超飛んでますけども、はい、でこちらのこだわり強制終了で、はい、強制終了、こちらのこだわりはですね、うんうん、大豆はあの日立の奥久慈さんの厳選された上質な大豆、醤油大豆ですね、うんうん、を使用していまして、うんうん、こちらの船納豆というからにはこの 船の形、うん、がすごい特徴的なんですけれども、うんうん、こちらが船の形に似せた包み、こちら贅沢にも松の木を使っているんですか、使用してる、
松の木を削って作ったものなんですね。もう贅沢にも贅沢ですね、うん、ちょっとお値段が普通の納豆って言っても、まあ、スーパーで売られてる納豆よりもちょっとお高いかなとは思うと思うんですけれども、それだけの価値があると、あるとある、うん、あるある、まあマルシェさんに行ってね、うん、買っていただいて、うんうんうん、こちらの製造元が、うん、マルシン食品さんですね、あるでそうが常陸大宮市にありますので、ありますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、といったところで常陸大宮市のおすすめスポットなりなり、はい、ご紹介しましたが、勉強になりましたね、どどん戻しまして、はい、戻しましたけどチャンミューに戻っちゃったね、ちょっとではでは、うん、こちらのリンゴサイダーをですね、はい、チャンミューさんにお土産ですから、すいません、なんかちょっとお酒っぽくなっちゃいますけれども、いいんですか、サイダー乾杯ですけども、お疲れでございます、ございます。ちなみにでも本当リンゴですね、すごい爽やかな、うん、いただきます、うん、甘い匂いが、お土産とかリンゴジュースのあれがサイダーですね、うん、どうですか、うん、リンゴの味がするグルメリポート、はい、口の中でね、シュワシュワとね、リンゴがこう動き回ってる感じがするね。コロコロとね、はい。まるでリンゴの、リンゴがわたばちのようです。奇跡のリンゴでございます。無理やりつなげちゃった、うん。奇跡のリンゴでございます。明日見ましょうか。中村監督の奇跡のリンゴと。はい。からのリンゴサイダーでございますから。あ、え、全然気にしない。超そういうことだったんだね、なんとなんとそうですよ、うん、本当にもうそのそういうことですよ、さすがでござる、うん、公開中でございますからね、うん、なるほどね、うん、リンゴそうですね、リンゴ美味しいですよね、美味しいし、はい、これなんかそんなに炭酸がピチピチ来ないから、あ、そうなんですよ、すごいそれ思いましたね、うん、炭酸苦手だけど私、うん、あ、そうなんですか、メロンソーダは好きだけど、うん、炭酸苦手なのね、でもこれはどう思いますかそれ、大丈夫大丈夫、これは大丈夫、あまりコーラとか飲まないんですよ、あーなるほど、でもこれ本当に果汁というか、うん、すごい爽やかな味がしていて、これ柚子サイダーもあるんですけれども、柚子サイダー、柚子もちょっと気になりますよね、気になる気になる、夏気になる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 、柚子サイダーは柚子サイダーは地元で採れた香り高い柚子を使った爽やかな風味を楽しめるサイダーとなっておりまして、はい、元気出して、飲む飲む、めちゃめちゃ飲む、飲む飲む、はい、元気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 単純で、こちらのリンゴサイダーもですね、はい、地元の常陸大宮さんのリンゴを使いまして、とことん風味にこだわったサイダーとなっております。柚子飲みたい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 、そして柚子飲みたいですね、今度マルシェに、マルシェで皆さん、ね、ぜひお買い求めください。どちらも御前山にある温泉センター、うん、あの四季祭館というところでも販売しておりまして、 お子さんから大人まで人気のサイダーでございます。湯上がりにもういいですね、これはぜひぜひ皆さんお試しあれ、本当に美味しかったですね、あの香りだけでもってもうなくなっちゃったけどね、そう本当はね、うん、もう皆さんにね、そうこのサイズ分かりますか、ちゃんと皆さんに配れるように、うん、ご用意したんで、なんかリンゴサイダーいかがですか、リンゴサイダーいかがですか、リンゴサイダーいかがですか、販売中、リンゴサイダー試食ございますよ、冷えてますよ、冷やしてきた、私これちゃんと保冷剤に入れて冷やしてきたんです、冷たかったでしょ、すごい美味しかったです、さすがミカチュウでござる、冷たくないとね、こういうのはちょっと見えるところに置いとこうかな、アナログおじさん皆さん、まあでも、あ、チャンミオ TV にもう釘付けでございます、ね、そうですね、皆さんね、チャンミオ TV に釘付けでございるの で、ね、じゃあ牛久駅に来てくだされば、来週も美味しいものが食べれるかもかもしれません、よろしくお願いいたします、あれ、そういえば、うん、チャンミオさん、うん、今日ちょこっとご紹介したいものがあるというのは、あ、そうです、あれ、ちなみにですね、ちなみにですね、じゃあ先日、はい、先週なんですけれども、うん、チャンミオ TV で、はい、こちらのね、茨城マルシェ、まるまるマルシェで、うん、ミカチュウが持ってきた商品何でしたっけ、コルカリーノさんの、うんうん、カリン島でございます、カオルカリン島をご紹介しましたけれども、紹介していただいたので、うん、そうしたらその時にですね、はい、なんと社長さんから、はい、ね、カリン島大使に選ばれたというですね、ね、選ばれた、勝手に
嬉しいですよね。もう真に受けました。私も受けましたよ。いや真に受けました。ちゃんみおさんに報告する前に私はうんと思いました。そううんと思ったので、そうかりんとう本舗さん行って、あのぜひかりんとう、ね、大使に任命され、うん、されさせてください。いくらでも試食しますね、はい、ということをお話ししたときに、商品をねいろいろ見ておりましたところ、はい、ミカチュウにね私はどうしてもこの商品をそうなんです、ご紹介したいと思ってたので、あのエリート情報でもですね、あの山一味噌さんの話もありましたけれども、モンブランを持ってきちゃった私に、まあ、モンブランもモンブランですごい良かったんですけどね、あのこちらです。じゃ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 ん、いにしえ味噌というですね、うん、皆さんご存知の、ご存知のあの山一味噌さんの、はい、なんとね20年ぐらいね時間が経って熟成に熟成に熟成をされた味噌を使った、はい、いにしえ味噌のかりんとうをですね、はい、ちょっとお土産に、ちゃんみおもお土産返しでございます。イエーイというわけなので早速ですね、はい、味見をしていきたいと思いますけれどもね、味噌でございます。香りがですね、わかる？え、おかえりなさーい皆さん、プシュプシュしてる、おかえりなさーい、おかえりなさーい、よかったらカリントウいかがですか、カリントウいかがですか、ソーダもありますよ、ソーダもございますよ、おかえりなさーい、まあ、こんな感じですね、はい、すごく味噌の香りがこの辺充満してますけれども、はい、あ、いい匂い、はい、こちらがですね、はい、先週と同じ絵でごめんなさ い、はい、カリントウでございます、はい、こちらのカリントウね、あ、お味噌の、すごい、うん、味噌の匂いするね、そうなんですよ、なんか本当に熟成された味噌の匂いですね、うん、なんかね、これはこれだけ見ると普通のかりんとうとかみたいに見えるんですけれども、うん、ちょっと濃いめの色がして、はあ、でもこれを早速いただきますか、いただきます、いただきます、うん、うん、お味噌、お味噌感じません、後味がすごい、うん、口の中でお味噌が香るんですよね、わーっと広がる、うん、なんか最初食べた時は本当にかりんとうの味がして、うん、本当のってかもう、うん、うん、ね、後からすごい、うん、味噌、うん、味噌が感じられるという、味噌いかがですかね、うん、かりんとういかがですか、よかったらお味見ございますよ、コメントいただける方ぜひぜひ、美味しいでしょ、美味しい、これねまたね一段と大人のかりんとうの味、うん、これはそうですね、なんか本当に甘みが、うん、あの味噌の本当に甘みというか、うんうん、味が強いので全然、なんだろう、なんかねやっぱり新しい味噌と違うので、うん、なんかその辺がですねちょっと深みがあって非常に美味しい、本当、うん、深みって感じですね、うん、広がりますね、なんか高級な味がする気がします、うん、そう高級な感じがする、すちょ、大丈夫ですか、むせた時はあのリンゴサイダーでぜひねあのお口をあれしていただきたいんですけども、まあ、そんなかりんとう本舗さん、コルカリーノさんからですね、はい、もう一つ商品を持ってきました、うん、はい、これはですね、これも新商品ということで、はい、まあ、ミカチュウが気になっていたマンゴーですね、でもちょっとお店で試食しちゃった私、ね、でも今回も持ってきてしまいました、マンゴー夏限定、そう、季節限定の新発売なので、よかったら食べてかない、おかえりなさい、おかえりなさい、よかったら食べてみてください、これね、はい、はいはいはい、はい、マンゴー、マンゴーの香りが甘い、マンゴーすごい好き、甘い南国のトロピカルな匂いがしますけれども、あ、なんかこれだけ匂い嗅ぐと、うん、本当にかりんとうって思わないですよね、思わない、なんかうん、本当にフルーツみたいな、ドライフルーツみたいな、本当にジューシーな匂いがする、うん、はい、じゃあ早速いただきましょう、いただきます、うん、さっきと全然違うね、あ、トロピカルだね、口の中がもうさ宮崎みたいだね、これだけなんか、うん、再現してんのすごいですね、うんうん、非常に美味しい、いや、まさにマンゴーです、うん、南国、うん、感じますよ、これはすごい美味しい、なんかただの風味とかじゃなくてもうマンゴーみたいな、マンゴーなんですよ、すごい、なのでねこちらねぜひぜひこうねお買い求めいただけるといいですね、はい、まあ、そんな私ちゃんみもちょっとだけ映像をご用意しましたので、はい、VTR どうぞ、先週に引き続きかりんとう本舗さんの情報を
話ししたいと思いますけれども、かりんとうまんじゅうが、なんとですね、はい、3周年記念セールで、かりんとうまんじゅう80円、かりんとうは200円均一、かりんとうドーナツ300円と、非常にお得となっておりますね。楽しみにしていてくださいね。おしまい。はい。ということで、うん、お店の風景がね、はい、分かりやすくなりました。お店の風景をご紹介したんですけれども、うん、あの牛久駅から近いですよね。すごい近い。トライアルさんの横にあります、うん、かりんとう本舗さん。こちらですね。うん、今こちらの棚全商品200円。お安く、びっくりしました。安っと思ってできますのでね、はい、皆さんもぜひぜひね、一度ね、コルガリーノさん、うん、試食も全部試食できるのがすごい。全部試食できますので、うん、あの味を試して、はい、自分のお好きなフレーバーをね、選んでいただきたいなというふうに思いますよね。はい、ね、美味しかった。美味しかった、うん、まあ、かりんとう大使としてはね、そうですね、このかりんとうを、まあ、いろんな大使いただいちゃってどうしよう。大使コレクションする。もうここに名札いっぱいつけなきゃいけないですね。あ、そうだね。あ、かりんとうのバッジとかいただこうかな。じゃあ、いいじゃない。かりんとう大使と今桜川大使でしょ。山桜大使をやってますね。次何大使目指す。どうしようかな。納豆大使。あ、納豆大使あるからね。あるんですよね。ちょっとハードル高いかな。いや、納豆大使もじゃあ目指していこうか。星があるなんでね、私も。他に何が欲しいかな。私も星があるだから。お、何がいいかな。山ガールじゃないんですか、チャミオさん。あ、じゃあ山ガール。ガマガールですね。私ガマガールでした。ガマガールはもうやってますね、はい。じゃあ何があるんでしょう。何がありますかね、他に。難しいな。カッパガール。ちょっと嫌だな。可愛いじゃないですか、カッパガール。え、ずっとお皿乗っけてる。チャミオらしく。それでいい。ガマだしカッパだしどうすんのみたいな、ね、どっちも緑です ね、 ね、妖怪ですわ。まあいいです、はい、まあ、あ、そんな今度、あ、ちょっとようやくコメント来ました。ようやくっていうかね、土井中さんのコメント待ってたのでね、こんばんは。先ほど帰宅ととりあえず間に合った。おかえりなさい。可愛い2人がいる人、おかえりなさい。ほんとギリギリかもしれないですね、これは。もう滑り込みセーフでしたけれども、ね、やっぱお仕事終わりってこの時間なんですかね。いや、でもチャンミュー TV はね、こうリアルタイムで楽しむこともそうですけども、はい、録画をしてね、見るというのもできますので、うん、早送りしないでくださいね。早送りしないで、ぜひ見てね、はい、あの何かこう思うことがございましたら、うん、ぜひチャンミュー TV までですね、はい、ご連絡をお待ちしております。じゃあミカチ、もう一回連絡先いいですか。はい、チャンミュー@チャンミュー .tv、はい、続きがですね、CHANMIYO.TV、 あ、違う、アットマークド CHANMIYO アットマーク CHANMIYO.TV までですね、ぜひぜひご連絡お待ちしております。というわけでね、こうやってチャンネル TV がね、行き出せ、はい、放送できるのも、スポンサーとしてですね、チャンミュー TV 支援してくださっている企業の皆さん、はい、まずね、一社目さんからご紹介しましょうね。こちらです、はい、じゃん、はい、牛久市神谷にございます旬の台所レンコン屋さんでございます。はい、そしてそしてもう一社さん、はい、龍ヶ崎市松ヶ丘にございます旬の台所シャンシャンタツさん。はいね、2つのね、素敵なね、和食屋さんからこうね、支援していただいてます、はい、そしてね、みかちゃんにね、私ね、一個ね、はい、お土産をね、お袋に入れたお土産をお渡ししたのですが、こちらかな。そうです、そちらちょっと開けてみてくださいな。じゃ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 、こちら、すごく可愛らしいセクル T シャツでございますけれどもね、こちら、じゃじゃん、チャンミュー TV の衣装提供をしてくださっております、はい、セクルさん、以前もね、お揃いで着させていただきましたが、はい、こちらですね、うん、私の好みに、うん、でここ合わせていただいたんです。可愛くないですか、ヒョウ柄。ヒョウ柄でござる、セクルマークです、ね、もうこれ早く着たいね、着て帰って、すごい楽しみにしてた、うん、T シャツなんですけど、ちょっと長めでね、ち
ちょっと可愛らしいんですよ。はい、ということなのでね、はい、いろんな方にこう支援していただいているチャンミオ TV でございます。他にもですね、あの牛久の活発化さんだったり、市の方々には本当にいつもいつも温かくありがとうございます。はい、というわけで皆さんね、はい、明日も元気いっぱいね、頑張って、間違えないでっていう何か書いてありますけども、あの CH ですね。そうですね、間違えないでくださいね。はい、というわけで皆さん今日もね、最後まで放送見てくださってどうもありがとう、牛久でございました。ミカチュウに会いたい方はね、また来週ね、火曜日のこの時間に、はい、牛久駅に来てください。はい、ぜひぜひ S カードでお待ちしております。美味しいものを持って、ね、そうですよ、試食もできますのでね、ぜひぜひあの皆さんのお声も、はい、大募集してますので、よろしくお願いいたします。チャンミオ TV は毎日やってますからね。はい、はい、毎日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 やってますので、はい、よろしくお願いします。ハッピーですよ。ではでは、また明日も見てね。バイバイ、はい。